さすがナンバーワンレイヤーの呼び声も高いアリスさん。なんとしてもこっちに目線もらわないと。あ、そ、あ、一枚いいですか。はい。ポーズはどうしましょう。ポーズはそのお任せで。じゃああれをやりますね。あ、はい。ナイトメアインパクト。なんだよもう。夢か。夏休み最後の日、俺は自分を変えてくれる何かに出会えた気がしていた。まもなく1時10分です。お出かけの準備はいいですか。今日から新学期のところもあるようですが、まだまだ暑い日が続きます。皆さん頑張って、いってらっしゃい。行ってきます。ニーヤも早くしなよ。おはよう前田くん。ああ、おはよう。久しぶりね。夏休みどうしてた？なんとなくダラダラ過ごしてたよ。そっか。かのちゃんとは毎日部活で会えてたけど、前田くんとはちっとも会えなかったから。それカメラどうしたの？ああ、父さんが新しいものを買うから、そのお下がりをもらったんだ。へえ、すごい本格的。プロの人が使うカメラみたい。おはよう。おはようございます。いいわね、二人で登校なんて。私の憧れる学生生活そのものよ。それじゃあ学校でね。誰？知らない。ねえ前田くん、今度私を撮ってくれる？かのちゃんと一緒でいいからね。おう、約束よ。じゃあまた後でね。ああ、また。おはよう、ミスミさん。おはようニミさん。久しぶり、元気してた？ええ、来たー。おはよう、はるか。会いたかったよ、久しぶり。おはよう、元気してた？ニーミはるか、明るい性格で成績優秀、テニス部のエースでクラスの人気者。小さい頃は俺と一緒に公園を走り回ったりしてたけど、気づくと遠い存在になってた。今度私を撮ってくれる？カメラとの出会いが自分を変えてくれたりなんてないよな。ちょっといい？ああ、
あ、いいぞ。シャーペンの芯ある？ちょっと切れちゃって。机の上にあるから持ってけよ。うん、ありがとう。あれ、兄や今頃宿題やってんの？まあな。そういうのはお盆ぐらいまでに終わらせとかないとね。俺もそう思う。ん？何これ、パパリンのカメラ？なんでここにあるの？それは今や俺のカメラだからだ。ずるい、兄やんだけこんな高そうなものもらって。お下がりだ。苦情は父さんに言ってくれ。祝いでか、絶対新しい服買ってもらってやる。ふん。で、何か撮ってみたの？いや、まだ何も。なんで？せっかくもらったのにもったいなくなくない？なくが一回多いぞ。もったいなく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 ない？なくが何回も多いぞ。ねえねえ、試し撮りしようよ。ほら、私を撮って撮って。お前をか？別にいいけど。やったー、ウソピース。兄や、早く撮ってよ。撮影会撮影会、プリティラビーで行くよ。夏休み最後の夜、今年も何事もないつまらない夏休みだった。そんな俺が誕生日でもないのに手に入れたのは、父さんからもらった一眼レフのデジタルカメラだった。甲賀学園、どこにでもあるありふれた私立高校。強いて特徴を挙げれば、自由な校風で部活動にも力を入れてるってとこ。新任早々教室を間違えるなんてね。はい、じゃあ改めて出席を取るわよ。一ノ瀬くん。はい。明石さん。はい。谷くん。はい。教育実習の先生だったのか。はい。約40日ぶりに登校した学校は、特に何の変わり映えもなく、いつも通りに時間が過ぎていく。同じ教室、同じ制服、同じ校庭。うたった！すいません。危ないわね、もう高速違反よ。ただ一つだけ違うことがあるとすると。それはみんなが被写体に見えてしまうということ。次の体育はうちのクラスですけど。なんていうか、いい被写体がないかなと思って。被写体ですか？そう。そしたらここで偶然踊っている子を見たから。ほう。かのちゃんのお兄さんなんですか？かのんの友達なの？はい、はじめまして。私、1の B のさくらまいです。俺は2の B の前田和也。かのちゃんにお兄さんがいたなんて知らなかったです。俺もかのんの友達に新体操をやってる子がいたなんて知らなかったよ。私とかのちゃん、とっても仲良しなんですよ。そうなんだ。行く川の流れは絶えずして、
しかも元の水にあらず、よどみに浮かぶ歌方は、かつ消え、かつ結びて、久しくとどまりたる試しなし。夏休みまでの俺とは違う自分を感じていた。カメラを持つと大胆になれる。今までのつまらない日々から抜け出せる。そんな気がしていた。ののかが。なんだとは随分だな。ダッツンダッツンって何度も呼んだんだぞ。そうなのか。けどそのダッツンってのやめてくれよ。なんで？ダーツのダッツンだよ。気に入らないの？じゃあビリヤードのビリー？それとも3週間でやめたエレキギターのエレキ？うわ、俺の古傷。一番長続きしたダーツのダッツンがぴったりだってね。で、その手に持ってるものは何？また新しい趣味ってわけ？ああ、父さんからもらったお下がりだ。よかったじゃない。いろいろ取った？まあな。けど肝心なものを取り忘れてるよ。なんだよ。ソフトボールに青春をかける健康有料美少女。どこにいるんだよ。もう遠慮しちゃって。今なら取り放題だよ。取ってほしいなら欲しいって言えよ。取って取ってお願い。いいけど。じゃあ行くよ。なんでアーカンベイなんだよ。なんとなく、なんとなくね。じゃあまたね、ダッツン。ああ、また。なんとなくね。ナイスアプローチ。被写体から撮ってくれと言わせるとは、やるな。将来有望だぞ。何のことですか？無論カメラのことだ。悪いが、君の今日一日の行動は逐一チェックさせてもらった。え、まさかつけてたんですか？まるで気づかなかっただろう。もう君ももっと視野を広め、周りを見回す必要があるな。目の前の被写体に入れ込みすぎだ。はあ。私は 3-A の工藤博道、写真部の部長を務めている。どうだ、我が写真部に入部しないか？君には素質がある。見たまえ、この何の変哲もない光雅学園を。部活に励む者、家路を急ぐ者、普段と変わらない日常生活がそこにある。だが想像するんだ、今この瞬間に一陣の風が吹き上げた時のことを。はあ、おお、なんという甘美な光景。さ、ここが写真部の部室だ。カーテン？部室の真ん中が仕切られてる。ああ、その先は気にしなくていい。さ、我が部員たちを紹介しよう。へへ、2-A の中が入ったら、ローアングルなら任せとけ。よろしくね。うん。よろしく。あだ名はローアングル中川。次。同じく 2-A の東隆だよ。ハイアングルからの撮影が得意なんだ。よろしくね。あだ名は胸チラリズム東。よろしく。ギリギリのエロスこそ芸術、ギリギリのエロスこそアート。君もそう思うだろ。ああ、そうかな。で、内田はどうした？姿が見えんが。ここ…ねえ！あ！おお、いたのか。紹介しよう。我が部の高一点、ステルス内田だ。1-C の内田優子。はじめまして。俺は 2-B の前田和也。よろしく。
内田の得意技はステルス撮影だ。ステルス撮影？風景に溶け込み、被写体がカメラを意識していないショットを撮ること。それってどう？警察とは違うぞ。俺らはカメラをカバンや紙袋に隠したりしねえ。しかも撮影は学校から許可された公共の場所だけだよ。そして公開するときは写された本人の許可も取る。なるほど。どうだ、精鋭揃いだろう。君もその一員となれ。学園のヒロインと名高い新見遥と幼なじみらしいじゃないか。しかもソフトボール部のエース正木野乃香、新体操部の桜舞とも親しく話せるそのポジション、我が部のために生かせ。それでか。楽しいぞ写真部は。さあ我々と共に欲望のまま女生徒たちの青春模様を記録しようではないか。バンバカバーン。そそのかされちゃダメよ。私は三の A の紅林克美、フォト部の部長よ。紅林、断りもなく我が部室に入ってくるとはどういう了見だ。空中でしょ。領空審判。フォト部、フォト部って何です？写真部とは違うんですか？全然違うわよ。こんな怪しい部と一緒にしないでよね。我々の話を聞いていたのか。プライバシーもへったくれもあったもんじゃない。フォト部は写真部に嫌気がさした私が生徒会長と相談して作ったの。生徒会長。そうだから学校の公式写真は全部フォト部が撮ってるのよ。ということはフォト部が公式な。写真に公式非公式などない。室戸焼様が何と言おうと写真部こそが正式に認められた部なのだ。そうなのよね。うちは部員が足りない上にルーがバレー部と掛け持ちだから正式な部じゃなくて。お姉様、私はいつだってバレー部をやめて。ダメよ。ねえ前田君、うちの部に入ってくれない？そうすればうちも正式な部に近づくわ。四季折々に装いを変える菊間川、そんな美しい情景を私たちと一緒に撮りましょう。美しい情景？笑わせる。ギリギリのエロス以上の美はこの世に存在しない。うちはみんな女子だから華やかで楽しいわよ。惑わされるな。風の吹くまま、心の赴くまま、我々と一緒に真の美を追求しようではないか。どうすればいいんだ。そんな写真俺が撮るのか？っていうか撮っていいのか？お姉さまやめましょうよ。私と変わり者の実原がいればいいじゃないですか。フォト部に男なんて。写真を好きな人に女も男もないでしょ。ルー不満です。芸術家とは常に自分の内面をさらけ出し常識と戦わなければならんのだ。前田、運命を受け入れろ。前田、さあどっちに入るんだ。危ない写真は撮らせたくない。でもどうすれば、どっちに入れば止められるんだ。さあどっちだ。写真部か。やったー。よし、そうか、歓迎するぞ新しき勇者よ。あ、いやまだ自分はちゃんと。お前カメラ初心者なんだろ。俺たちがいろいろ教えてやるからよ。僕たち仲間には優しいんだ。あなたは私と同じ匂いがする。はあ、工藤の口車に乗せられちゃったか。人聞きの悪いことを言うな。前田君、じゃあね、所属は違っても写真を愛する気持ちは一緒よ。いつでも気軽に声をかけてね。はい、ありがとうございます。行くわよ、ル。はーい。なんか濃い部に入っちゃったぞ。大丈夫か俺。
君は何ですか。屋上で空を撮ってたよね。ええ、まあ私フォト部なんで。フォト部、ああ、じゃあ実原って君のことか。どうして私の名前を。あ、それはまあいろいろあって言ってもいいですか。え、ああ、あれ、まだ誰かいる。ミスミさん、あそこって新見さんの席だよな。何してんだ。泣いてる。何を。新見さんの席に座ってたこと、そして泣いていたこと、特に彼女には言わないでほしい。いいけど、何があったんだ。理由を言ったら内緒にしておいてくれる。こそ我が写真部へ。写真とはギリギリのエロス、美とはギリギリのエロス、芸術とはギリギリのエロス、何はなくともギリギリのエロス。たとえ無常の光が降り注ぎファインダーを覆い隠そうと、時が来れば時がなたれる。探せ、狙え、取れ。スカートの裾からこぼれるひとひらの布を追い求めるんだエッチな写真はダメなんだからね。